早速始めさせていただきたいと思います。西森と申します。よろしくお願いします。で、今日はレズネットっていう先ほど大沢さんから紹介していただいたアルゴリズムと、そして派生研究の紹介ぐらいしてちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、何話すかっていうと、まずこのレズネットっていうのは一体何だろうという話、あとそのレズネットっていうのが最近すごい人気になってるんですけれども、その派生研究っていうのはどういうものがあるんだろう、あと実際最近というか去年の秋ぐらいに Google さんが出したその機械学習用のライブラリーに TensorFlow っていうのがあるんですね。それで、一応実装してみた際にちょっと気づいたこととか、こういうことをやればいいんだっていうことについて何かお伝えできればなと考えております。で、まずレズネットというものはどういうものかっていいますと、ディープリサイダルネットワークっていう、リサイダルっていうのは残差っていう意味なんですけど、それの略称になってます。 MSRA っていうマイクロソフトリサーチアジアっていうところが開発したイメージネット2015っていう、そのすごい大きなその画像を分類したりする大会というか機械学習の大会があるんです。でそれで優勝したアルゴリズムになってます。で、先ほども話したように、残差っていうのを取り入れることによって、多層でもちょっと性能っていうのが、低下しないように工夫してたりします。で、実際そのコンテストでは152層っていうすごい深い、多層状態にして、実装しています。で、この152層っていうのは、どれぐらい多層かっていう話なんですけれども、これが、その2010年からのそのイメージネットの大会でのその総数と、縦棒がそのエラー、どれぐらいの割合エラーがあったかとか、を分類したかっていうことを表してるんですね。で、もう2010年とか、11年とかもわからないぐらいの総数なんですけど、12年ぐらいからディープラーニングっていうのが始まってきて、8層とか、それは11年、13年の時も8層ですね。で、14年になってからようやく19層とか、Google ネットさんっていうすごい Google の有名なやつも22層とかそれぐらいしかなかったんですけれども、いきなりこの2015年になってから152層っていうのもなんかめちゃくちゃな素数になったっていうところがあって、しかも、論文ではしれっとなんか戦争以上のやつでもできるよみたいなことが書かれていて、いきなり何でしょう、なんかむちゃくちゃな深さになったっていうアルゴリズムになってます。で、じゃあ実際なんか深ければいいのかっていう疑問であったりすると思うんですけれども、なんか脳みその話になると、なんか10層か15層ぐらいみたいな話もちらっとどこかで聞いたことあるので、でもなんかどうも、論文いわく、少なくとも深いよりは、なんか、広いよりは深い方が、なんかどうも性能というか、性能は出やすいよみたいなことはあるらしいです。なんか下に書いてるんですけど、なんかめちゃくちゃ難しい数学の論文なので、分かったら教えてください。で、じゃあ実際にこの多層にするとどういう困難があるかっていう話なんですけれども、単純に多層というかそのネットワークの深さを深くしていけば深くしていくほど、左の図の方が今までの普通のその CNN っていうその分類するときに使ってたアルゴリズムなんですね。で、20層の方が56層よりも性能がいいっていう結果になってたんですよ。これ何についてその分類しているかって話なんですけれども、サイファー10って言われるその10種類のカテゴリーに分類する、なんでしょう、機械学習というか、こういう画像分類でいうところのベンチマークみたいなものがあるんですね。で、それやってみた感じは、結局、今までだったらうまいこといかなかったんですけれども、この右側の方がレズネットっていうアルゴリズムを適用した方で、うまいこといくようになったよっていうことが書かれています。結局これ、多層にするとなぜ悪いのかっていうのが、書かれてるんですけれども、まず最初にこれ多層にすると何が問題なのかというと、勾配が消失しちゃうんですね。で、何でしょう、機械学習とかニューラルネットワークをやり始めると一番最初に覚えるのが逆誤差伝播法っていう、そのニューラルネットの中にある重みっていうのがあるんですけど、あれをどうやったら調整できるのかっていうアルゴリズムがあるんですけれども、それがどん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 層が深くなっていくこと、深くなっていくとなっていくほど乗算されてて、積と和の形で表されているので、
で、掛け合わせていけば掛け合わせていくほど、なんか小さい重み同士が掛け合わさっちゃったりしてゼロになっちゃうんですね。で、勾配がなくなっちゃって、まあ、うまいこと計算できないってことになって、なんか多層にするのが難しいっていうのが一つの原因です。で、緩和方法としてケアフルイニシャリゼーションって、なんか英語で書くとすごいかっこよく見えるんですけれども、実際はまあ注意深く重みを選んでくださいっていう、まあ、結構運任せの感じで、あとはその非伝令やスーパーバイジョンっていう、これもまあ隠れそうなところをまあ注意深く見てくださいねって。で、最近出た去年ぐらいに Google さんが提案したバッチノーマリゼーションっていうのがあって、まあ、その隠れそうなところの出力とかをそのうまい具合に大きさを調整しもって、まあ、そういう勾配を消失するのをなんとか防ぎましょうっていうのと、あとレスネットっていうののアイデンティティマッピングっていうのがあるんですけど、こういう方法を使うことによって、まあ、勾配っていうのは消失を防ぐことがどうもできるらしいってことが分かってます。で、レスネットの方は後で補述にします。で、先のが一つ目、勾配の消失っていうのが一つ目なんですけれども、もう一つ特徴上情報の劣化っていうのが二つ目の理由として挙げられます。で、これどういうことかっていうと、その、まあ、これも、逆誤差伝播は、その、何でしょう、出力層から入力層に向かうときのお話なんですけれども、フィードフォワードっていうのは、データを入力してから出力に向かうまでの間のお話になって、で、そこで、その重みっていうのを初期化されてるんですよ。で、そういうなんかランダムに初期化された状態とかだったりすると、その、重み同士っていうのを打ち消し合っちゃってしまって、後ろの方にうまいこと、まあ、伝わってくれないっていう問題があったんですね。で、これもどうもレスネットのアイデンティティマッピングっていうのを使うと解決できるらしいってことが分かってます。で、最後これはもうなんか普通に個人で私みたいになんでしょう、日曜大工的にこういうフィブラニングとかやってる人にはすごいシビアに聞いてくる話なんですけれども、やっぱり総数が増えるごとに時間ってすごいかかっちゃうんですよね。で、例えばこのレスネットのイメージネットでも、これマイクロソフトが論文中に書いてたんですけど、まあ、数週間ぐらいかかったので、3、4週間とか書いてたと思うんですけど、それぐらいかかるよみたいな。で、GPU の、まあ、普通のいいマシンですかね、大体 X みたいなのを買ったとしても、まあ、サイファー10で大体その20層ぐらいあった時点で2時間ぐらい、110層とかだったら半日ぐらいかかっちゃうんですね。で、これイメージネットの方とサイファー10だったら画像のサイズが全然違って、もうなんかこれだとあれですね、こういうアルゴリズム作っても普通に3、4週間どころか、まあ、1ヶ月、2ヶ月コースでジラがやろうとしちゃうとかかっちゃうっていうので、まあ、解決策としては、まあ、レスネットで書かれているのとしては、まあ、複数の GPU 使って、まあ、時間で分回せばいいよみたいな、まあ、結局お金と時間があれば解決するよっていうことを書かれてます。で、もう一つはドロップアウトっていう手法を使うことによって、まあ、解決できるかもねみたいなことが書かれてます。これは後で紹介したいと思います。で、じゃあそもそもそのレスネットのアイデンティティマッピングっていうのはどういうものかっていう話なんですけれども、従来っていうのは単純にこう、層と層がもう何でしょう、直列でずっとつながってたんですね。で、これをそのレスネットっていう開発したヒさんかもしれないんですけど、その方はそのショートカットコースって右に迂回するようなコースを使えることによって、どうも最近の問題っていうのが解決するんじゃなかろうかということをな提案しています。この足し上げる部分のことを、まあ、アイデンティティマッピングと呼びましょうってことが書かれています。で、これでなんで解決できるのかっていう話なんですけれども、そもそもその X っていう入力が最適であれば、そんな重みのところとかはいちいち、取っていく必要ないんですね。だから、何でしょう、ないものとして見れるから、何でしょう、総数が少ないものとして考えられる。で、重みが最適の場合だってもちょっとだけ更新してあげればよくって。で、そういう時にも、これだったらちゃんとうまいこといくってことが、まあ、ちゃんと数学的に実は書かれてたりします。で、まあ、結局もうちょっと複雑に書くと、前の層っていうのを足すことによって、移動フォワード時のその特徴量の消失っていうのをうまいこと防いでたり、逆誤差伝播にも、まあ、なんかうまいこと消失が起こりづらいような形になってるから、まあ、成功してるんだよってことが書かれてます。で、実際にサイファー10っていう、さっきのやつで分類してみた感じなんですけれども、こういうふうに、左の方はそのレスネットを適用する前、
で、右の方がレズネットを適用した方なんですけど、同じことやっぱり素数を、増やせば増やすほど成功する。要するにイメージネットみたいな特別なやつじゃなくても、他のものでもうまくいくよってことが書かれています。で、ここまではそのレズネットとは何ぞやっていう話なんですけれども、実はいろいろとこれ疑問が残ってまして、まあ、結局そのレズネットの構造っていうのを書くと右側の図みたいになるんですけれども、これ本当にこの構造で大丈夫なのかどうかっていうのがまず疑問。で、最適化手法っていって、その重みをうまいことを調整していく方法っていうのがあるんですけれども、それが SGD プラスモメンタムっていうすごい、何でしょう、最初の方で考えられた考え方なんですけど、今とかだとアダムとか、なんか、アダデルタとかそこら辺使う人多いと思うんですけれども、なんか SGD プラスモメンタムがどうもいいらしいっていう話に。で、まあ、学習時間もやっぱりすごい時間かかっちゃったりするので、まあ、なんとか節約できないかとか。で、まあ、その結果は、何でしょう、もう雨の後のタケノコのように、凄まじい数の水研究が今出ているという状態になっています。で、それについてちょっと今日は説明させてもらいたいなという話です。で、一つ目の派生研究が、まあ、これなんですけれども、実際そのヘサンっていう、ですね、と考えた人も、構造が本当はどれが良かったかどうも分かってなかったみたいで、あとの追加の実験でいろいろ実験してます。で、やっぱりどうも、何でしょう。最初にイメージネットで発表したやつよりも、そのバッチノーマリゼーションとレルっていうのを一応変更するとか、手前で、実行した方が性能が高いってことが分かったという論文があります。で、他にも、何でしょう、他の人もいろんな人が実はこういうことについて研究していて、まあ、なんかそのレルがそもそもいらないんじゃないのっていう、ショートカットしてるのになんでレルをやってんのみたいなことを考える人もいて、でその人がまあレルをやってみたら、レル外してみたらちょっと性能上がったよってことについて書いてたりしてます。で、私もついでに実験してみたんですけれども、32層のサイフォーテンだと、まあ、あんまり性能的には変わらんというか、まあ、論文のままでも全然いいというか、なんかそんなに違いは見られないという感じでした。でもしかしたら多層にするとうまいこといくのかもしれないなという感じです。で、もう一つは派生研究なんですけれども、それでまあ Google 先生も本気出したみたいで、イメージネットでなんかもうちょっとこうやったらいけるよというか、モデル構造を変えるんだったら、まあ、もっとこうやってくれみたいなことを考えたらしくて、実際なんかトップエラー5って言って5件、上位5件でどれぐらい誤りがあるかっていうのを調べてみたら、その提案のレスネットのオリジナルの方 3.57% だったんですけど、なんか本論文というか、Google さんの方だと 3.08% を記録したよっていう。で、これが本気のモデルってあるんですけれども、まあ、これだけじゃなくって、実はなんかもっといろいろ書いてて、本当はこうやってほしいみたいな。まあ、ここをこういう感じでやって、さらに、もう一個別のところはこんな感じでやってほしいみたいな。で、さらにこんな感じで、まあ、最初の方はこうやって、こうやって、こういう感じで、こうやって、こうやれば、こんな感じじゃんみたいな感じで。結局、そうですね、なんかすごい本気を出してはなんですけど、まあまあ、多分私らみたいな、民間の人には まず無理な実装の難易度に跳ね上がっちゃってるので。私らが得られる知見としては、どうもセンスを超えると不安定になってくるってことをその論文では書かれていて、で不安定になったときはその 0.1 倍から 0.3 倍ぐらいにスケーリングしてあげると、まあ、うまいこと、安定するようになるよってことが書かれています。で、他さっきも言ったんですけど、 SGT プラスモメンタムっていうのがいいって書かれてたんですけど、まあ、本当なのかっていうのを、まあ、研究されている方もいて、でもなんかその人もやったんですけど、まあ、どうやってもやっぱり SGT プラスモーメンタムがいいらしいという結果になっています。で、私も実験してみたんですけど、やっぱり SGT プラスモーメンタムの論文通りがいいという結果になっています。で、最後に、時間をなるだけ省きたいということを考えている方もいて、こういう感じで、そのショートカットじゃない方を、まあ、確率的にそのないものとして捉えて、その学習させることによって時間というのを短縮できるんじゃないかということを提案している方もいて、で実際これは結構成功しているみたいで、その普通の従来のアルゴリズムよりもなんか 20% か 30% ぐらい時間も短縮しつつ、しかも性能も上がったよというので、うまいことになっているみたいです。
で、実際に私実装してみて気づいたことを最後に言いたいんですけれども、ちょっと重みの初期化方法、なんか多分私が素人だからかもしれないんですけど、まあなんか 0.01 のガオス分布で適当に初期化しとけばいいやとか最初考えてたら、まあ、全然収束してくれない。で、なんかどうも重み初期化これ使えみたいなことで1行というか、数文字ぐらいで書かれてたんですけど、それの通りやるとうまいこといくとか、あと畳み込みそうだとバイアスを使わないようにするとか、なんかアダム先生に任せてくればいいとか、そういうことは思わないとか、あとグローバルアベレージプーリングとかいう謎の言葉が出てくるんですけど、まあそういうことは多分、こんなことやってる人たち的には当たり前なんていう感じで、結構いろいろ罠あるので、それ読みながら実装してみると、ちょっと私自身がいい勉強になったなという感じです。で、最後結論としては、まあ、レスネットっていうのを使うことによって、100層以上でも安定して、まあ、学習できるようになりましたよ。派生研究で、まあ、こういう感じのことをやることで、うまいことできそうということが分かりました。で、実際なんかレポジトリにその実験データを上げてますので、よかったら利用してください。以上になります。ありがとうございました。何か質問とかあれば、ぜひ、お願いします。あの途中で、レスネットで、はい、レルを飛ばしたやつもあるって話があったと思うんですけど、これですか？もっと前の、なんか伝達関数を飛ばす、あ、これですかね。あ、そう。ベルがいらないって全部線形の関係になっちゃう気がするんですけど、そうはならない。ベルがいらないと線形。そうですけど、言ったんでしょう。仮にその最適な値に落ち着いているんだったら、なんか、ね、何でしょう。そもそもが多分左側のそのコンボリューション部分がいらないはずっていうのが考え方としてあるはずで、そうなった時にLがあるのがおかしいんじゃなかろうかという話ですね。だからその足上げる前とかにLがあるのであれば割と、まあ、自然な気はするんですけど、足上げた後にLをかけちゃってるので、どうもなんか不自然だなというのが人たちの考え方。その二股に分かれてるやつの左側を取ったときは非線形になるけど、はい、右側を取ったときは線形になる。そうです、そうです。何かその、もう層がそもそもそこにはないものとするという考え方です。あ、分かりました。ありがとうございます。他に何かあればぜひ。はい。あ、お願いします。最近、レスネットの代替で、なんかフラクタルネットっていうのをやってみたら。左遷。はい。それをなんかリサーチしてたら、はい、いや、ごめんなさい、それを書けられてないです。どんなアルゴリズムなんですか？なんかサブを使わないでこう、はい、最適にこう構造、まあ、要するにフラクタル構造、フラクタル構造みたいな形でその層を定義して、そのフラクタルを何回繰り返すかみたいなやつで、はい、そのブロックっていうのを作って、そのブロックとプーリングを組み合わせてやると、ベースよりうまくいくみたいな。すごい、ありがとうございます。ダメだ。いや、おかしい。いや、おかすぎた。あ、なるほど。いや、私もおかしいのはまだ見えない。なるほど。ちょっとそれも調べたら、実験してみます。ありがとうございます。他に何かあれば、大丈夫ですかね。初っ端からレベル上がりすぎてないですか？これ大丈夫ですか？そもそも論とかでも大丈夫なんですけど、じゃあ、はい、そもそもニューラルネットワークって多層にした方が精度が上がるんですか？もう、でもこれあれですよね、問題により切りですよね。結局多層にするとやっぱり情報とか誤差が出ちゃうので、少ない方がいいっていうのも全然考え方として間違ってないとは思います。多層にしたときに精度が上がることの解釈としてはどんな感じですか？なんかすごい難しいのを感じた。
イメージとかあれば。ああ、イメージか。イメージ。イメージのやつ。いや、逆に、なんかいいやつないですか。ありますか。まあでも、なんかイメージというか、口だけだとちょっと説明しづらいんですけど、やっぱりなんか少ない層、例えば、隠れ層が1層とかだったりすると、もうなんかそれ用にデータが特化されてしまう、特化されてしまいやすいんですね。でも、多層というか、まあ、例えばその隠れ層を2層とか3層にすると、それ用に特化したんじゃなくて、ちゃんと他に依存関係があるように学習していってくれるので、抽象化が進みやすいというか、汎用性が高まるので、使いやすいのかなという気がします。ありがとうございます。あ、お願いします。入れるって、はい、一般的なその発生関数のことで、それともランプ関数みたいな、特定の関数。あ、入れる関数。なんかグイーンで曲がる非線形の関数あります、はい、そのレルっていうのはその活性が関数一般のことである特定の一つの関数あ、そうですね、はい、なんかよかったらレルの説明とかしていただけるとう、ね、もうちょっとわかる、はい、もうですね、簡単によかったら今レルっていうのはこの1次元の関数を考えてほしいんですけれどもその入力がマイナスの場合だったら0にしましょうで出力がそのプラスの場合だったらそのままの値を返しましょうという関数なんですね。でこれ微分してあげるとなんかそのプラスの場合だったら1になってマイナスの場合だったら傾きが0になるような関数になるんですよ。だからなんかあの多層にしていくとその活性化関数の微分だけをなんかひたすら掛け合わせていくような形になってるんですね。だからそのランプ関数とかシグモイド関数とかそういうのだと1以下の値になっちゃうんですよ、微分したときの値は。だからどん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 その勾配が小さくなっていっちゃって、なんかうまいこと多層化ができないっていう問題点があって、でそれを解決したのがレルっていう関数です。あと計算量が低いっていうのも魅力の一つです。大丈夫そうですかね。ありがとうございます。なんかどうですか？何でもいいですか？じゃあ最後に、最初の方でニューラルネットワークがその広い横に広ワイドなより深い方がいいっていうような研究があるとおっしゃったと思うんですけど、はいはい、その良いっていうのはどう良いですか？良いは繁華性能が高いという、そうですね、実際にその全く知らないようなデータを、入力として与えた場合でもうまく分類してくれる確率が高いということですね。そうですね。これを書くと大体 弱いですね。失礼しました。ありがとうございます。良さそうですかね。じゃあ、改めて拍手で終わりたいと思います。ありがとうございました。ぜひ面白いと思ったら、いいねを押してください。ツイートしたので。